皆様こんにちは、なりわでございます。実はですね、私前々からちょっと心配なことがございまして、それは私スマホで、いつも撮影をしているんですが、お家の中だったらスタンドに立てて、撮影しているのでいいんですけれども、お外でね、撮影するときに、よく、いろいろ操作をしたりとか、してる時に携帯スマホ iPhone をですね落としそうになることがございまして、それでたまたま QVC さんを見ていましたらちょうどいいなと思うものがありましたので、早速購入いたしまして、今日届きましたのでご紹介をしていきたいと思います。一応もうこちらの上だけ封を切ってあります。まず、カタログ類ですね。こんな感じで入っておりまして、購入しましたのがこちらでございますね。アイリングというものでございます。でこちらはですね、いろんな使い方があるのでいいなと思いまして、まずとりあえず説明書でまず、スタンドですね、スタンドとそれからアイリングで、この後ろに壁掛け型のものがついておりますので、今からご紹介をしていきたいと思います。よっこいしょ、失礼いたしました。開けた途端にね、商品がこぼれ出てしまいました。まずこちらですけれど、スタンドになっておりまして、こちらにここにアイリングを、差し込んで、例えばテーブルの上だったりとか、お車の中ね、ここを剥がせば接着ができるようになっております。でアイリングは後でご案内しますが、縦とか横とかのぐるぐる回りますので、とても使いやすいものだと思います。こちらはですね、こういった感じのものでございまして、シールを剥がして、例えばお台所でスマホでお料理のメニューをね見ながら、レシピを見ながらお料理ができるということで、ここにアイリングをかけてスマホを見ながらできるというものでございますね。で肝心なアイリングが、こちらでございます。でこちらは後ろもちろんシールを剥がせば、私今ね iPhone で撮っているので、 iPhone につけたところちょっとねお見せできないので、どうしたものかと思っておりますが、こういう時にちょっと不便ですね。そういう時にはやはりカメラがあった方がいいのかなと思うんですが、こちらのアイリングがこんな風に立てられますので、iPhone を貼り付けた状態でスタンド型にもできますね。でこれ360度回転いたしますので、縦にも横にも向けられるということですね。で先ほどのこちらのスタンドがあったと思うんですが、このアイリングを、差し込んでいただいて、でスマホが上にこう乗っかっておりますよね。例えばこんな風にねスマホが乗っかってると思うんですが、そうしましたらこういう風にこっちにこういう向けることもできますし、上に向けることもできますし、そしてちょっとお待ちください、こっちに向けて縦型にこんな風に立てることもできるわけですね。でここに充電する時もこの間が空いてますので、ここで充電をしながら立てて見ることもできる
というものでございますよね、こちらのスタンド、ですのでとても便利ですよね。で先ほどの、こういったお台所にねつけて、でここにアイリングをかけまして、ここに例えばこういう感じでスマホがついてると思うんですが、こうやってレシピを見ながらお料理ができたりするというものでございますね。使い方はご自由だと思いますね。自分が使いたいようになさればいいと思います。で一応こちらの方に箱の裏にそのような説明が説明といいますか使い方の絵が出ていますのでちょっとご覧くださいませ。ご覧になれますでしょうか。一番上が手に持っている状態と、そしてスタンドで縦にも横にもつけられて、そして、壁掛け型にもできていて、お車にも、使えるようになってますね。でこういったいろんな使い方ができてとっても便利だと思いました。で私三脚をねつけますのでどうかなと思っていたんですが、場所をきちっと例えばiPhone、 私の iPhone 結構 6S プラスですので大きいタイプなんですね。これぐらいだったらいいんですが、もっと大きいんですね。ですのでこういう感じになりますので、この貼り付け位置をだいたいこれがまあ iPhone だとしましたら、これケースの上からもつけられますので、iPhone 直接ねつけて汚したくないな、傷つけたくないなとおっしゃる方は、私もカバーをかけておりますので、カバーの上からも貼り付けられますので、だいたい私が貼るとしたらこれぐらいの位置のところにね貼っていきたいと思います。ここに三脚の、スタンドをねこういうふうにかませますので、これぐらいの位置でしたらアイリングがこうぐるぐると回りますので、こういう感じで持てるんではないかと思っています。で一番見てていいなと思ったのは、例えばどこかのお店、例えばマクドナルドでお買い物をして、例えば iPhone でお勘定をピッとしますよね。でそれでトレイを受け取った時に iPhone をねくるっと後ろにこういうふうに回して持ったまんま移動ができるという、トレイを持って両手が空きますので使えるということで、これはいいなと思いましたので、こちらのアイリングを購入いたしました。ということで本日はアイリングのご紹介でございました。ではなりわでございました。